頂点を目指す若武者にとっていくつか越えなければならない壁がある。1980年の大会はまさにそれであった。決勝ラウンドに駒を進めたのはデビュー5年目飛ぶ鳥を落とす勢いの中島恒之。対するはプロ19年目のベテラン安田春雄であった。安田は一時代を築いたものの日本と名の付くタイトルを手にしたことはなく予選から闘志を燃やしていた。試合は18ホールマッチで行われアウトで中島が2アップリードしたがインに入って安田が逆襲。15番を終わってマッチイーブンとなった。16番貯金を使い果たした中島は動揺していた。そのためティーショットは大きく乱れ OB となった。自らのミスショットで劣勢に立たされてしまった。デビューの年に日本プロに優勝したとはいえ若干25歳、大舞台の経験は浅い。勝負どころで暫定球を打つ羽目になってしまった。中島の心の乱れを知ってか安田は自分のゴルフを心がけた。中島は OB を打ったため250ヤード以上残して早くも第4打である。安田の第3打目。ボールはグリーンを捉えた。中島の第5打。直接カップインでもしなければパーにはならない。中島はミスを帳消しにするかのようなショットを放った。まさにスーパーショットであったがカップの縁に止まりミラクルショットにはならずボギーとなった。安田はバーディーパットである。何でもない距離だが1メートルオーバーした。安田にとって嫌な距離であった。これを外せば中島とこのホールを分けることになる。中島のスーパーショットを目の前で見ただけに今後の展開を考えると腕がしびれた。プレッシャーに押しつぶされそうになっていたのは中島ばかりではなかった。百戦錬磨19年目のベテランにも打てない一打があった。やっとの思いで入れたパットによって安田はワンアップとついに逆転した。試合は17番ドーミーホールを迎えた。安田のティーショットボールはグリーンの手前に落ちた。そして中島のティーショットはバンカーに落ちた。中島が安田に勝つにはまずこのホールを取らなくてはならない。それを考えると悔やまれる第一打であった。中島の第二打。サウンドウェッジを思いっきり振り抜いたがボールはピンに寄らなかった。一方、安田の第2打。
勝ちを意識しすぎてか打ち切れず2メートルショート。そして中島のパーパット、わずかではあるがボールはそれた。中島の集中力は切れかかっていた。安田は2メートルのパーパット。しかし安田もこれを外した。中島は気力を振り絞りボギーパットに夢をつないだ。だがなんとこれも外し結局自滅。安田が初優勝。そして中島はゴルフ人生において今まで経験したことのない屈辱を味わったのである。